こんにちは、タカさん。気になる男シリーズも100話を近く迎えるわけですけども、その間にね、YouTube 教室のセールスがあったりとか、セールスはもう終わったんですかね。まあ体験に入ってくださる方もいたみたいで、なかなかね、面白く進んでるんではなかろうかと思います。まあ今後もですね、あらゆる機会を通じて、まあ、YouTube で暮らしを豊かにしていったりとかね、それから人とのご縁をいただいたりとか、まあ実際にお金を集めてくれるのも YouTube だったりするわけなんですよね。まあこの YouTube がお金を集めてくれるってことをまだね全然実感されてない方とか気づいてない方とか YouTube を扱いきれてない方っていうのがかなりいると思いますね。まだチャンスが続くんじゃないかなと思います。これ誰もができるようになっちゃったらね、これはこれで分け前が少なくなるというところもありますので、多くの人がまごまごしてね、この素晴らしいテクノロジーがもう日本に導入されて10年以上経つんですけども、それでもねまとまった金額 YouTube で稼いだことないよっていう人が大半だと思うんですよ。 YouTube に毎日触れてるのにね。だからこれね、本当になんかこう妙な話ですよね。こんな素晴らしい道があるのに、ただただ自分の時間を消費して娯楽を消費してよくわかんない時間がそこで消えていくっていうね、人生の貴重な時間が過ぎていくわけなんですけども、まあ私たちはしっかりとねこの中から富を利益をまあ拾い上げていければいいんじゃないかなと思います。まあそれでね、ここ5話10話ぐらいの中でその家族の役割とか、それから分担と分業とかね、そういったお話をしてるんですけども、だいぶこのマインドセット切り替わったと思うわけなんですよ。というよりも本来そういうものがなんとなく見えてないんですよね。なんとなく見えてないと思う。だからその、まあ、マインドセットってところになるとだいぶ入れ替わってきてるところがあるんじゃないかなと思います。まあこれがね、まあ洗脳の手段といったらね、それまでなんですけども、違った角度から見ると、今まで見えていたものが、実は見えていなかったことに気づくわけですよね。ですので前々も申し上げましたけども、人はね、見えてないものを何とか見ようとしてますけども、そもそも見ているものが見えてないっていうところにね、気がついていかなければいけないのかなっていうところですね。もう何も分かっちゃいないってことなんですよ。そして肝心なのは、自分が何も分かっちゃいないってことが分かっているかどうかってことになります。さあではここ何回かのうちに視聴者さんから実はね流れ玉というねメッセージが、私がね流れ玉と名付けているメッセージが来るんですけども、これがね結構真に迫ったもので、特に女性の側からね来てるんですよね。今までそういうふうに考えたことはなかった。確かに私は実際に自分が消費するものたくさんあったんだけども、それを一点で稼いでくれてるまあね、愛するご主人、お父さん、旦那さんにそんな風に見たことはなかったよと、なんか大いに恥ずかしい思いがして反省することばかりでしたと。この久保さんとね、タカさんの動画に出会えて本当に良かったなと、まあそういう方もいらっしゃいましたし、まあほとんどね男性の方はね2人のぐらいの方しかメッセージくれなかったんですけども、まあよく言ってくれたみたいなことがあったりとか、それが実はねこの動画をそのものを自分の家族に見せたいけども、でもなんか当てつけがましくて見せられないやみたいなね、そんなところもあったりとかしたわけなんですけどね。だからやっぱりこう見ているものが見えてないというかね、普段まあ感謝すべき人に全然感謝できてなかったりとか、全くそれとは真逆なことをやっているってことなんでしょうね、きっとね。さあぼんやりとした言い方になりますけども、この辺からちょっと具体的にお話していきましょう。だいたい家族がいると未だにですよ、稼ぎ手は、まあ、お父さん一人なんですよね。で、お父さん以外の人は消費しかしてないんですよ。使うことだけなんですよね。まあそういう役割があるんだったらもう仕方がないかなと思うわけなんですけども、中にはね、共働きをして、まあお母さんが補助的に稼ぎを作る例もあるんですけども、やっぱりね、衣食住とか、住まいとか、保険とか、生涯の責任とかっていうことを考えると、やっぱりこう一家の主ってのはよく言ったもんで、お父さんの稼ぎとか活動には全然かなわないってところはあるんでしょうね。なのにお父さんがそれを傘にかかってきて、家族を支配するんじゃなくて、どちらかというと、なんか家族のね笑い者とかね、ずっこけ役になってくれるっていうのは本当になんかお人よしがこの世の中には多いんじゃないかなと思いますし、まあ、そういうお人よしはね女性は結構探してるんだろうなと思うわけなんですよ。でそれが結局はその結婚観という話でもしましたけども、自分の暮らしがさらに良くなるんじゃないかな、自分が今まで出会った人の中で一番優しくしてくれる人は誰なのかな、自分を大切にしてくれる人は誰なのかなっていうふうに男性を眠りにするところが女性にはあるかなっていうところは、まあ否めないところじゃないですかね。
まあ、結婚してもっと苦労するんだったら多分しないと思いますんで、ちょっとでも楽になるかなと、なんか楽しそうだなと自分の利益を考えて、まあ、結婚するのが女性間だとしたら、今度男性間はね、どこまでの負担には耐えられるだろうかっていうことと、まあ相談しながら女性を探すところがあるんですよね。まあそこには男性なりの意地とか見栄っていうものが根深いわけなんですよ。だから見栄っ張りほど、まあ理想の女性を探し求めるみたいなね。でその見栄や、プライドがなくなると、もう一人で生きることを選ぶみたいな、ね、モテるのにもかかわらず一人がいいということに気づいてしまってね。そこら辺はあの結婚できない男っていうドラマの話を引用しましたけども、まあ、結婚は人生の三大不良債権っていうね、まあ、これはねよく言ったなと思いますけども、それみんな思ってたけど言わなかったことをね、あのドラマの中で代弁してくれるところにあのドラマの気持ちよさがあるんですけども、ただそれをねもう一回思い出すと、何すごいですよ、家、妻、子供、人生の不良三大すごいことを言うもんだなと思いましたけども、まあ確かにね、これね思わないでもないと思うんですよ。タカさんが思ってるかどうかは分かりませんけども、これがなければどんなに気楽で自由かってね感じるんですよね。そしてその感じる思いが大きくなると蒸発するというね、よくお父さんが蒸発するみたいなことがありますけども、お父さん蒸発してハッピーなんですよね。姿をくらましても誰とも連絡取らないと、まあ、あの逆はねちょっと悲惨ですよ。残された方はなんでなんだろうみたいな、そんなことがあったということをね、お話した通りなんですけども、さあそうなるとですね、稼ぎ出たるお父さん、少しでも家族といるために、家族といられない状況に耐えていくお父さんですよ。金を稼ぎに行く間は愛する家族もう全然ご一緒できないという矛盾をはらんでいます。で家族と一緒にいる時間を増やせば、今度は家族と一緒にいる環境がどんどん遠のいていく、つまり稼ぎがないわけですから、だからまあその狭間でね思い悩むんでしょうね。しまいにはお父さんは仕事ばっかりって言われちゃうんですよ。もうなんか悲惨ですよね、こんなこと言われたら。がっくりきてしまった、本当に不良債権だとかね思うわけなんですよ。で逆にですね、家族っていうのは、お父さんと一緒に過ごす時間持ちたいと思わないでもないと思いますけども、実はねお父さん以外の人やコミュニティや物事に一生懸命なんですよ。だからこう相反してるわけですよね。少しでも家族を楽にするために、少しでも家族と一緒にいるために自分の人生を投げ打つお父さんと、そうではなくてあくまでも自分の人生が主人公であってね、そこが本堂であって、でそれを養ってくれるべきお父さんをなるべく手放したくないなって考えてることね。まあ、そのギャップがあって、おそらく今ね在宅で仕事をされている方、かなり頭が痛いということと、なぜ在宅が長持ちしないかっていうと、そこなんですよ、やっぱりね。そこに気づいてしまうんですよね。で気づいたんだけども表現できずに、しかも家族は、家はねくつろぐところであり仕事をする場所じゃないっていう、その概念が根底にあるんで、どちらかというと家で仕事されたら迷惑だなって感じてるんですよね。まあ、少しでもね自分の世界を構築することによって会社にこき使われるような人生を避けるべき在宅で大きく稼ごうと思ったら、まあ、そこの障壁がこの家族にあるっていうことはね、特に、お子さんがそこそこ大きくなってくると、今度は子供にはねその仕事の概念とか在宅っていうのは、これまたね理解させるのが難しいですからね。しかもどちらかというと子供はお母さんの味方になりますんで、一人で戦っていかないといけないところありますよね。それがあの言葉、お父さんは仕事ばっかりにやられてるわけですよ。仕事好きでやってると思いますかね。仕事をしなくていいよ、その代わりもう収入は心配ないぐらい毎月入ってきますよって言ったら、これはやりませんよね。で結局月末の支払いのために、死んでも稼いでこないといけないときに、自分の職種なんて選べないわけですよ。嫌いなことでも儲かるんだったらやるしかないってことになっちゃうので、いつの間にか自分のやりたいこととかね、進むべき道とか取り組むべき仕事っていうのはどっかに放り投げてしまって、とにかく優先的に稼げることになっちゃうんですよ。まあ、ですんでおそらく就職を選ぶときに、男性はやりたい仕事じゃなくて待遇が主なんですよね。どの会社だったら自分を保証してくれるのか、
生涯の仕事を与えてくれるのか、どっかでその仕事を辞めようかなとかね、とりあえずこの仕事にしとくかっていうのは全然なくって、うん、まあ身売りをするわけですよね、うん、この辺は前の動画でもお話したんでくどくど申し上げませんけども、まとめるとね、何のために生きてるんですかってことですよ。ここに回答できる人はなかなかいないんじゃないかなと思いますけども、この話はまた後でさせてもらいます。何のために生きてるんですかってことです。はい、その生きる意味ですよね、じゃあね、その前にちょっとね、時事問題をちょっと挟みたいと思います。まあこれがちょっとした伏線になります。まあ今ね、ウクライナの方からも連絡が私のところにちょくちょく入ってきます。おそらく私はテレビは見ないんですけどおそらくテレビでは語られない生の声がそこに入ってるんですよね。まあ、確かにそうだよなって思うことばかりなんですけども、今ねウクライナの首都キーウでは300万人ぐらいの方がお住まいになってるそうなんですけども、電気施設のロシアからの攻撃によってほとんど電気が供給されないという事態が起きてます。電気が来ないとインターネットも使えません。ですんで、連絡も断続的なんですよね。電気の供給施設が破壊されてますから、町全体、市民全体に電気を分け与えることはできませんし、スマホの充電もできないんですよ。でその中で、まあ、計画給電というのがありまして、少ない発電の中で少しずつ国民市民の方に電気を供給しないといけないときに、例えばね、今日は朝5時から正午まで電気を流しましょうっていうふうなね、そんな連絡があるわけですよ。そしたらその時間に合わせて仕事をする人は仕事をするし、それから電気をつけて食事を作る人は食事を作るし、充電が必要な人は充電するしみたいな感じなんですよ。まあでもそのいつからいつまでの給電しますよっていうのも結構不安定で、じゃあ5時から給電しますよって言っても6時半になっても電気が通らなかったりとかしてね、もうおおよそ不確定なんですよね。そういう環境で今こうやって、戦時下で暮らしてらっしゃる方がいるんですよ。300万人中100万人がそんな目に遭っていて、しかもこの被害っていうのは拡大する一方なんですよね。で、G7 各国から防空のための兵器が送られてきてね、でそれが到着して設置されるとほぼ空からの攻撃っていうのは防げるそうなんですよ。そうなるとね、やっぱ防空体制ができるんで、修理とか再構築とか電気の供給施設の、まあ、整備とかもねできていくんではなかろうかと思いますけども、一旦破壊されたものを再構築するのは難しくって、特にですね今の状況だと、まあ、電気もままならないし情報のやり取りもうまくできないんで、じゃあどのくらい復旧にかかるのかってことは目処が立たないような状態なんですよね。で市民の方は今電気がないで、ストレスがまあいっぱいでね、しかももう寒いですから、日本とはちょっとね比べ物にならないぐらい寒さが現地にありますんでね、そういったことも生々しく送られてきました。もうしまいにはね、温めるための電気やガスもないということなんで、生のままそのお肉をね食べているということもあるみたいです。でもうスーパーもやってなかったり、やっていても限定的な時間だったり遠方だったり商品が足りなかったりとかするんで、まあ、調味料も、ね、手元にあるものしかないということで、爆撃された家からねなんとか割れてない瓶物、缶物を取り出してきてやるみたいな図もあるみたいなんですよ。まあ、それがね客観的に見てその略奪のように見えてもしまうんで、まあ、結構ね辛いとこみたいですけどね、いろいろとね話していくとちょっとゾッとするところがあるんですけども、で、まあ、情報がないっていうのが一番痛いらしいです。情報がないから一体いつ何が起きるのかわからないし、どこに支援物資が届くのかもわからないし、いつ頃からまたね空襲が起きるのかもわからないし、空襲警報は鳴るんだけどももうほったらかしでね、もう逃げてもしょうがないからっていうんでそのまま地上歩いてたりとかするみたいですね。とっても危険なんですけども、だからまだ安全なうちは避難ができたけども、危険すぎてもうね危険が察知できなくなってくるというね、逆転現象が起きてるみたいなんですよ。まあ、これはね日本も戦時下であったっていうのを結構聞くんですけども、毎晩のように空襲が起きてるからもうね逃げるのも疲れたからもうやるならやってくれみたいな感じでほったらかしでお祭りをやったりとかね、夜店を出したりとか、ね、してたっていう記録もあって、なんか人間はたくましいのかそれとも麻痺するのか、もう人生は一度きりって諦めて、だったらこそこそ逃げるんじゃなくて自分らしく生きていくぜみたいな感じになったりとかするんですよね。
まあそれこそその時点では明日はもう生きてないかもしれないから、もうねやるべきことじゃなくてやりたいことをしましょうみたいなね人も現れて、まあ結構ね無秩序もあったらしいですね、そういうところでは。まあそこでここではねちょっとあまりにも衝撃的すぎて語れないんですけども、家族の形を考えるときに、あ、なるほど、究極こうなるのかっていうねところでさせていただければと思います。で、ウクライナのキーウの状況ですけども、平和はいつ来るのかもわからないし、どのぐらいのね G7 をはじめ世界からの支援があるのかもわかんないし、でロシアは一体いつまで自分たちをね攻めてくるのかっていうのも本当なんか永遠に続くんじゃないかみたいな形で、もう精神が焼き切れる状態とか言ってましたね。で愛する家族とはいつ会えるんだろうかと、なんであの時自分は忙しく仕事をしてたんだろうかと、今は一日一日、もう命が明日あるかどうかわからないという状況の中で、まあ、家族も離れ離れになってね、どこにいるのかも分かんないし、捜索もできないし、警察も機能してないし、軍隊も自分の保護に走ってくれるわけではないし、結局自分の身は自分で守らないといけないのかっていうふうな気持ちと、まあ、これはね一部の、女性の方なんですけども、あ、なんか本当にこれ自分で生きていかないとしょうがないんだなってことに気づいて、頼りになるお父さんはどこにいるのか分からないし、もしかしたら徴兵されて戦場にいるかもしれない、まあ、動員が入ってますからね、60歳ぐらいまでの男性は戦場に行かなくてはならないんですよ。だから家族のもとを去っていかないといけない。それ何のためか、家族を守るために、家族のもとを去る、そして何人かは帰ってこないわけですよね、まあ、そんな状況の中で本当に今までお父さんを大事にしてたんだろうかっていうふうに懺悔するみたいな人も出てきたりとかね、すごいところですよね。でも確かに明日があると思えば、まあ、時間や家族っていうのは粗末にしてしまうのかもしれませんけども、明日がないと思ったらその他人と関わってる暇がないとかね、そういうところにはたと気づくんではなかろうかっていうところでございます。そして全ての人の感情ここにまとめられていました。ロシア人が憎いと、プーチンだけじゃなくてロシア人っていうだけで殺したいということらしいんですよ。そこまで来るわけですよね。ロシア人っていうだけでですよ、中にはロシア人の血が一滴でも入ってる人間は地上から殲滅してほしいと、だから核ミサイルでも何でもアメリカ撃ってくれって、もうこういう運気になってくるんですよ本当に。だから核戦争が起きたらやばいよねっていうのは平和なところに住んでる人だけの考えなんですよね。まあそんな時事問題があって、まあなんかこれも今私たちが暮らしているこの瞬間に起きている現実ということで、まあゾッとするものがあったなと思いましたね。だからね、こうなんか情報で表現するってことは、そのこういう情報も逆に届くってことなんですよね。それこそ日本人同士でいさかいを起こしたりとか、妙な掲示板で人を叩き合ってる場合じゃなくって、まあでもそんなところに出かけていくのもねもったいないぐらい危機的な状況っていうのが私たちの足元に来てるんだなとかね、なんか前回幸せって何でしょうかって問いを出したんですけども、それは私がね戦争がないことっていうのが大前提だって話しましたけども、まあ、ちょっとねこれで分かっていただけたんではないかなと思います。まだまだ語りたいことはたくさんあるんですけども、おそらく今この日本にいてね、幸せって何でしょうかって聞いて戦争がないことなんてスパッと答える人ほとんどいないと思いますよ。私は別に戦争を知っていたわけではないんですけども、戦争を知らない世代だからこそこの平和の尊さってものにね深く気づいてるなと自分で思うわけですよ。まあ、それと似たような状況でここにスマートフォンがありますけども、見るたびにすごいと思うんですよ。未だにですよ、こんなものがわずか20万ぐらいで手に入るのか、すげえなって思うわけですよ。ここではさまざまな学びとか稼ぎのネタとかね、もちろんエンターテインメントもありますけども、人生そのものが私は入ってると思うんですよ。でも扱い方を間違えるとこの中からやってくる情報に自分の人生が駆逐されてるってこともわかりますので、なるべくおかしな情報から離れていたいと思いますし、何がおかしな情報なのか、何が関わってはいけない人なのかっていうふうな選ぶ目も持たないといけないかなと思います。情報、つまりインターネットっていうのはね、暇人のものなんですよね。なんですか、中川純一郎さんだかなんかを言ってましたけども、インターネットはバカと暇人のものであって賢い人が集うところではないっていうふうにも言ってるんですよ。で一部の賢い人がインターネットの中で、活動していたりとかね、そこで、多くの富をもたらしているけど、そんな人はほとんどいないと。そんな人は別にインターネットがなくたってそれやってるんだみたいなことを、なんかね10年ぐらい前のね書籍で私読んだんですけども、10年前にそんなこと言ってるのってさすがにすげえなと。当時はね、いやそんなことない、インターネットは集合地なんだよと、
多くの人の知恵が集まってるんだよというふうに思いながら読んでいたんですけども、その中では集合知ではない、集合愚だって言ってるわけですよ。愚かな人が集まってお互いの足を引っ張り合いしたり、俺はすごいよねってマウントし合ってるだけだとか、ああなるほどこういうことなんだなとかね、思うばかりでございます。まるでね、予言書を読んでるような気持ちでしたね。さあそれでじゃあもう一回問いを出してみましょうか。生きる意味です。生きる意味ね、何のために生きてるんですかということですね。今回はね、私の方から自分の考えを言わずに、この問いだけを残して動画の方を終わっていこうと思います。気になってくるでしょう、気になる男。じゃあ次回もよろしくお願いします。生きる意味何でしょうか、何で生きてるんでしょうか、何のために生きてるんでしょうか。さあそういったね、哲学とも言える、宗教とも言えるような、そんな問いを最後に今回の動画終わっていきたいと思います。それではいってらっしゃい。